区ということで、このクリエイターかける地域試験で街の価値を競争するっていう、タイトルになってくるんですけども、全体として私が今年度取り組んだ活動が主に4つありまして、ちょっと今日時間の関係から、主にその2つですね、この1番の部分と、関係人口の増加を目的とした、コンテンツの開発の部分と、街中の拠点作りというところに注力してお話しさせていただければなというふうに思っています。で、これ今そのクリエイターっていうふうに書いてたんですけど、その勝山の地域資源を恐竜と繊維ということで地域資源とみなして、それをさまざまなクリエイターさん、具体的にデザイナーさんとかですね、などを招聘して、プロジェクト化して、一緒にものづくりなどを進めていくというようなことを、メインでさせていただきました。で、これが昨年度ですね、一番初めてのプロジェクトとしては、このスペインのデザイナーさんに来ていただいて、で、新たな恐竜の商品作り、恐竜のキャラクター作りということを初めにさせていただいたんですけど、このスペインで、スペイン人の、で、東京在住の、彼に来ていただいて、で、それを、こういうような形で商品にしていただくということで、始まったプロジェクトです。ちょっとすみません、画面乱れましたけども、クリエイターによる新たな、恐竜であったりとか、繊維というところを、切り取ってもらって、デザインをしてもらって、で、関係人口としてもつなげていくというようなことをさせていただきました。で、2021年度に関しては、計7組、いまして、さっきの 3D キャラクターデザイナーとか、あとはグラフィックデザイナーさんですね。あとはちょっとそのインスタグラムとかで活躍されているいらっしゃるような方とか、最近で言うその YouTuber みたいな方とかも呼びまして、で、一緒にものづくりであったり、コンテンツというものを作っていきました。で、基本的には、勝山に来てもらって、で、地域に、その勝山のことを知ってもらうということですね。で、それと、勝山の企業さんであったりとか、行政の方たちとの交流をして、で、そこから、試作品みたいなことを作っていきながら、東京に帰ったとしても、またその、オンラインで、このような形で交流をして、で、だいたい3ヶ月に1回くらいとかで勝山にまた来訪してもらって、関係人口につなげていくというようなことをさせていただきました。これが、ちょっと、こういうような形で、私がハブになって、クリエイターさんたちと、繊維会社さんたちと、街づくり会社さんたちをつなげていくというようなことをしてきました。でですね、これをなぜしているかというと、やっぱり町の地域資源が核となって、そこを、デザイナーさんと一緒に、そのプロセスを共有していくことで、新たなその価値、その継続的な価値を提供していく、生んでいくということをしていくのと、あとは、繊維産業でいうと、もともとずっと主要産業であって、ここがエンジンになっていけば、で、ここが先進的なことをしていけば、それがすみません、エンジンになるっていう可能性が高いっていうのが一つと、あと恐竜は、ファミリー向けの商品とかサービスとか結構あるんですけど、もう少しその年代とか、その性別みたいなところを関わる人たちを、増やしていきたいなっていうことで始めさせていただきました。でですね、やはり、その単発で観光で来るっていうことだと、なかなかその地域の方に馴染んでいかないので、プロジェクト化して、さっきみたいな、数ヶ月に一度来てもらうみたいな形での関係人口化をしていくことで、それが発信にもなりますし、最終的にはそれでまた移住の方に、移住をしてもらうっていうことを目的に今やっております。ちょっと具体的になんですけど、何人か紹介させていただくと、彼女はフジロックという、今有名なフェスティバルがあるんですけど、音楽フェスティバルがあるんですけど、それのメインビジュアルを担当していまして、彼女に来てもらって、新しいこの恐竜グッズを作ってもらったり、子供たちと一緒にワークショップをやってもらったり、みたいなことを昨年させていただきました。
で、もう一つは、インスタグラムって今結構 SNS としてすごく人気なんですけど、こういうインスタグラムで恐竜に変身ができるっていうようなアプリっていうことを、その専門のデザイナーさんに来てもらって、で、ハロウィンの時期に向けてこういうようなインスタグラムの AR っていうことを作らせていただきました。でですね、あとは新しいその恐竜と JK って言って、恐竜と時代に女子高生が生きてたとしたらどういうふうな、コラボレーションになるかみたいな、ちょっと面白ネタみたいなことも交えて、リユース食器を使った、シリーズも、発表させていただきました。で、次に繊維なんですけど、こういうようなインスタグラムのメディアをしていらっしゃるこのお二人と一緒になって、新たにその繊維ですね、繊維の、会社さんで出た、使わなくなった残布ですね、残端を使って、今 SDGs とか結構言われているんですけど、その SDGs とかの流れで、使わなくなったものを活用して新たにデザインし直すみたいなことを繊維会社さんたちと一緒になって、あるちょっと有名なモデルさんとかにもなってもらいまして、で、このようなアパレルとかもしました。このような形で、いろんな方たち、デザイナーさんとか YouTuber の方とか、呼びまして、このような、試作品みたいな形で今年度は作ってきたんですけど、このプロジェクトを通して、今後もこういうような、クリエイティブ、かける、繊維とか恐竜で集まってくるような人たちを、一緒に、今後も巻き込んでいきたいっていうのと、それが、最終的にはさっきのような移住の形に持っていきたいなっていうふうに考えています。で、さっきお伝えしてた、ごめんなさい、スペイン人のデザイナーの方は実際もう、この5月くらいですね、ちょっと勝山に移住が決定していまして、で、実際このデザイナー、お二人の夫婦なんですけど、移住を希望されています。で、最後に、これは、今、そのクリエイターさんと、繊維企業という形で、結んできたんですけど、こういうような考え方っていうのを、その街の中でも、一緒にやりたいといいますか、市民の方と一緒になって、こういうデザインスクールみたいなことも、昨年度ですね、ちょっと2回だけだったんですけど、させていただきまして、そのデザインに関わるような講師の方たちを呼んで、一緒にワークショップをすると。いうようなことをさせていただきました。で、このようなことを通してですね、そのクリエイティブっていうのが、やっぱりその先進性であったりとか、創造性っていうことを生んでいくので、そこに関わるような人たちを呼んでいきながら、それを、産業であったりとか、市民の方たちに対して、広げていきたいなっていうふうに考えています。はい、ちょっと時間が押しているので、ここで失礼させていただきます。ありがとうございました。西村さん、もう少しお話大丈夫ですけど、どうでしょうか。あ、本当大丈夫でですか。か。あ、じゃあ、ワーケーションだけ最後、ちょっと伝えきれなかったんですけど、そうですね。で、もう一つ、さっき言ってた、クリエイターさんの方たちって言ってたんですけど、そのワーケーションっていうことで、ちょっとその、地域の魅力を知っていきながら、ちょっと観光みたいなところも加えて、で、オンラインでリモートで仕事ができる人たちを呼んでいくというようなことで、一応、3組なんですけど、そのうちの2組ということで、福岡、大分、兵庫から来ていただいた方たち、に、泊まっていただきまして、で、日中は基本的にはオンラインで仕事をしてもらうんですけど、もうちょっとその、その余った時間に関しては、勝山の魅力を知ってもらうということで、観光地であったりとか、この一棟丸菓子の、宿泊施設があるんですけど、こういうところに泊まっていただいたりとか、あとはその、カップルで、東京から来ていただいて、彼女はそう絵が描くのが得意なので、このような形でまとめていただいたんですけど、今回は、3泊4日だったんですけど、移住の候補地としても、一応そのカップルで移住したいっていうところもあって、
で、今その時は考えていただいたということで、ワーケーションに関しても、もう少し、来年度も、読んでいきたいなというふうに考えております。以上で大丈夫です。ありがとうございます。